こんにちは、波の平でございます。本日は泉佐野市にあります千みかんさんに寄せていただいております。リーズナブルでボリューミーなランチがいただけるということで寄せていただきました。店内こんな感じでカウンター席4人掛けのテーブル、そしてお座敷がちょっとだけあります。メニューはこんな感じで、ご飯もの結構種類ありますよね。麺類にはちょっと変わったトマト卵ラーメンとか、この一番右端なんて読むんやろこれ。そして一品物、これ注目ですよ。小サイズがあるっていうのはありがたいですよね。あれやこれやいろんなものを注文してつついてみたいっていう方にはもうすごいいい設定ですよね。今回この気になってるのがこの唐揚げ、おすすめでもいただいております。そして青菜炒め、これ美味しいですよね。そして餃子はね、7つで330円、王将だったら6個やのにね、ちょっとリーズナブルですよね。そしてコース料理、飲み放題なんかも用意されております。そして今回私が注文させていただいたのがランチメニューの中のこれです。これです、唐揚げ定食の台湾ラーメン付きっていうのを注文させていただきました。満腹波の平の動画、唐揚げ定食来ました。いやー、すっごいボリューム、想像してた以上に唐揚げすごいわ。人生初の台湾ラーメンになんかドキドキするんやけど。この見た目はまさしくこれ、手前にライス高原、奥に唐揚げマウンテン、いやー絶景です。うまいうまい、台湾ラーメン大でもよかった。塩ないんだ。塩こしょう。これは強敵や。鶏のどこの部分を使ったらこんなでっかい唐揚げできるのもたれへんもんな。すごいな。
ご飯もらえます。はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。おかわり。唐揚げ食べるのに顔を変形しながら食べるの初めてやわ。もう変顔やな。ご覧いただいておりますのが野生のゴリラの食事風景でございますっていうぐらいね、すごいこう食べ方してると思うんですけども、今回のこちらのお店、いろんな方からおすすめいただいてまして、なかなか行けなかったんですけども、今回ようやく行くことができました。このいただいてるメニューも、唐揚げ定食に台湾ラーメンという組み合わせ、こちらもおすすめの中から選ばせていただいて、そのまま注文させていただきました。オープンと同時に入店させていただいたんですけども、その直後お客さんがどんどん入ってくる中、何名かがこの唐揚げ定食を注文してるのを見て、あ、やっぱり人気なメニューなんだなって感じたんですけども、驚いたのがその唐揚げ一つ一つの大きさですよね。なかなかこんな唐揚げをいただけるお店はないんじゃないでしょうか。金額的にもすごくリーズナブルということで、味はどうやねんっていう話なんですけども、率直な意見を言うと美味しかったです。台湾ラーメンから言いますと、麺もスープも美味しくて、これは小サイズなんですけども、大きいサイズをいただきたいなと思いましたね。そして唐揚げなんですけども、やっぱりあれだけの大きさから来る衣の分厚さっていうのはちょっと気になりましたね。味は美味しいんですけども、若干衣が分厚く感じました。他にも気になったメニューがあったんですけども、いや今回はやっぱりいただくことができませんでしたんで、また掘り下げに行ってみたいと思います。それにしてもコーヒー継ぎでこの金額、気になった方はぜひ行ってみてください。ということで、気になる本日のお会計はこちら。お支払いは現金、電子マネー、QR 決済可能です。詳しくは店頭でお確かめください。満腹波の平の動画では、大阪泉州を中心に美味しいものをジャンルに関係なくいろいろ紹介しております。皆さんからの高評価、コメント、そしてチャンネル登録、いつでもお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。